何が出てくるんですかね。まあでも言うて、ね、昨日の今日ですからね、昨日ハブカップ劇的に勝って、で、去年はなんだ ?CPT も勝ってて、ストリートファイターリーグも最後まで行ってて、あ、あね、大丈夫ですよ。はい、来ました。それではは,、ねえー、はいはい。いや、本当に、ね、はい、<laughs> まあ、鳥で良かったのかどうかどうよくわかんないですけど。 えっとですね、はい、一応2点、まあ約2.5品あります。2.5品はい。わかりました。で、えー、っと、じゃあ、一応、まあ、価値の高い方と低い方、どっちから見たいですかいや、そりゃ低い方ですよ。低い方からじゃあいきますね。ねはい、わ、はい、かりました。じゃ低い方から、はい行きます。なんでしょう。えっと、こちらはですね、古来からの、 私のファンであれば知っているちょっとこれ梅ちゃんの画面をワイプをでかくした方がいいんじゃないですかあそっか。うん。ええ。まさかそれは。まさかそれは。ちょっと待ってくださいね。どうすればいいんだええー。あっしさん、これ画面でかくする方わかりますかうん。シーン切り替えでは いや、これね。これですね。やばいっす、これ、皆さん。もしいはい。どうでしょう画面切り替わりますかねはい、切り替わりました。ありがとうございます。はい、皆原さん、ご説明お願いします。えっと、まあ、T シャツなるものを作ったことがあるんです。何回か。はい。はい。それの一番最初のものですね。一番最初に作ったものです。はい。はい。 これは、あの,のあの、真ん中見づらいんですけど、顔なんですね、一応。補足の説明をさせていただきますと、はいえー、当時ですね、まあ、プロになった梅原選手のグッズが待望されてたんですけど、やっぱなかなか出なくて、で、その中で、これ、あの、海外発です。日本発ではない海外ブランドとコラボして、えー、梅原 T シャツが作られたんですけど、試作品として。あのー、まあ、 ななんていうかな思ってたのとちょっと違う感があったのか <laughs> あのー、本当に一瞬でしたよねこれこれはでもね300300、はい、300枚ぐらいは出たのかな世に300枚多分ですけど <laughs> はいなのでまあこれです多分もうなでほとなくてもううちにもう本当に貴重なあれがもうなくて、はい、本当これぐらいしかないですさこれね存在を知ってる人すらねマジで少ないっていう伝説の 梅、T、プロトタイプ、まあ、00番みたいなところなんですよ。うん、そ,うすそうです、そうです。なので、まあ、しかも、カタカナでと感じで梅原信者って書いてあるデザインとか、まあ、かなりぶっ飛んでる感じで、これはやばいっす。しかも、もう絶対買えないと思います。はい、まあ、買うのは無理です、ね。どっかから。梅原所持っていうのも結構やばいです。これ、持ってるとは思わなかったです、<laughs> 私。じあの実家にありました。 なんか実じ、実家持った時になんかあって、これどうするんのって言われて、ええー、いらねえけど、いらね,え売らねえのか忘れていいけどな、つえー、なんかでもなんか、一人あげたりしないのっておーあ、うん、あ、じゃあ、うん、まあ、じゃ一応持っとくか、みたいな感じでもらって、持っときました。<お>はい。はい、はい。じゃあ、こちら、いくらからにしますかええー、じゃあ、1円で。1円で。<laughs> 円でこれは、はい。まあ、そんな、はい、これ本当に、はい。 もう、俺はね、梅原マニアは、あの、生つばだと思うよ。はい。2000、5000、1万5000。これ0.5品じゃなくて、これ1品です、実は。これで1品。で、2.5品っつったんですけど、えっと、いったら、次は1.5品になります。ほう。1個じゃないです。もう、めんどくさいんで、2個セットでいいです。1万来ましたね。 はい。一号1つけてください。一万かな今一一があります、ね。はい。一一、一号。1うん。一号です。梅原さん、これサインはあサインは一応、はい。もちろん書けますね。はい。もちろん。一八。一八。一八。さあ、二ロ。二万来ましたね。来たね。うん。 二万かすげえな。二二。二二、まあ。二五。二五。まあチャリティっていう部分もあるしね。はい。<laughs> はい。二六。二六。おい。二七。おなかなか上がってきますね。これ。二七。うん。 4号うん。急に。4号ほんと ?4 号。4号いいですね。ズバーッとさらっていった。4号。4号。4号はちょっとついてこれないかな皆さん振り。振り切ったか、これ。うん、4号でカウントダウンしちゃっていいかもしれないですね。

勤務,はい、勤務中さん、勤務中さんで、いきなりバイプッシュでオーバーキルはかっこよかったですね。そうですね。うん、まあじゃああのビッツを確認できたら。